こんにちは。匿名応援団長さんジェット風船をプレゼントしました。こんにちは。今日は2019年9月の24日、15時32分です。よろしくお願いします。岡さん配信者は思いを伝えるので自我を強める気がするのですが、人によるんじゃないですかね。幕開きありがとうございます。どうもこんにちは。神がいる。こんにちは。はい、こんにちは。私には自我はないですね。うん、こんにちは。コーラ化粧品さん自我を捨てましたか？もちろん。ジェンコさん癒されウーコの音なんですが、この音はソルフェオジオですね。ソルフェオジオです、うんうん、お腹は4層にいるのを聞きますね。はい、わだつゆ。食べてもいいし食べなくてもいいっていう感じかな。ジェンコさん、ソルフェロジオ。ソルフェオジオですね。何も信じていないですね。カナカナさんいらっしゃい。何も信じていないですね。私が信じてるのは一つだけですね。はい。アクセサリーですよ。ただの。石でね、願いが叶うとか言ってる人は頭のおかしい人ですからね。
あ、お布施ありがとう。ありがとうね。自我を捨てるにはどうすればいいですか。あ、お布施ありがとうね。コンビニ行ったら不要なお菓子を買ってしまったりして反省します。いいんですよ、自由に買って、うん、お菓子買っていいんですよ。ありがとう、みんなお布施ありがとう。ビビさんこんにちは。はい、こんにちは。だんだんだん、サンワドちゃん神様になっちゃったの、うん、神様の使いだと思ってました、ごめんなさい。前から話してた通りだよ、神に会うっていうことはこちら側が神にならなければ会うことはできませんから、それはずっと言ってたんだけど、だから神に会ったっていうことと神になったっていうことはイコールですね。このままだと第二層にまで落ちそうです、どうしたらいいでしょうか。第二層になるっていうことは植物人間になるっていうことですから、多分理解してないですね。人間のステージの高さではないですよ、層っていうのは。まあ、もしよかったらオープンチャットというあのリンクが私のプロフィールページにありまして、お布施ありがとうございます。お布施ありがとう。私のオープンチャットの参加していただければ、層の解説をしてますので、もしよかったらオープンチャットの登録、LINE アカウントがあれば、誰でも参加できますので、階層の説明をそこに書いてありますんで、ね、もしよかったら読んでみてください。興味のある方は参加してください。今30人ぐらい集まってますね。ここの、ここにノート、ここに階層の慣れます。窓神様さん、神様です。階層の説明はこちら。https://line.me/di/g2/1n6pxtbew63o_fow9。誰でも慣れますね。素晴らしい質問ですね。断食とまではいかないですけど、食事改善はすごい大事なことですね。食べるものっていうのはこの肉体を維持する方法でもあるんですけど、向こう側に行くときにとても重要なことですね。とても重要なことです。その通りですね、はい、カルマっていうものは失いますね、業は失いますね。私は腐食とかはしてないですね。ありがたくいただけるものを美味しくいただいてますね。食べたいものを食べてます。私はだんだんだん三人間も神様になれるんですね。そうですね、もちろん人という形は捨てないとなれないですけどね。
力学の研究者が人の体も宇宙の物質も元は全て同じなので神と人間も同じと言えるって動画見ました。その通りですね。いや、神様さずっと最初から説明している通りですね。第七層に入るためには肉体を捨てて自我を捨てて、そこから神になったから神に会えたわけですから、イコールですね。それも内的宇宙と外的宇宙が一体化してる。要は外にあるものと中にあるものが一つの調和が取れて、その波動の拡大した先に神がいる。つまり神になったっていうことと神に会ったということはイコールですね。それはずっと説明してますね。神様になるメリットは苦しみがなくなりますね。デメリットは少しだけ寂しいですね。はい、ただまあメリットとしては苦しまなくなりますね。ビビさん、寂しさってあるんですね。少しだけありますね、寂しさは。こっから先苦しみはないですから。あと葛藤もないですから。あ、体感ですね。判断ではなく体感ですね。まあ文献にも書いてある通りです。エチカさん、第7層より第1層に行けるものが神なのでは。第1層は神に近いですよ、とても。ただあくまで物質がありますからね。神には物質がないので近いとしか言えないですね。ハジサックさん、体感とは。あ、私はなさ、ずっと言ってる通りですね。あの七層に到達した人間なので。望遠鏡誤算一回しないととはどう捉えたらよいの。何を一回しないとはっていうことですかね。何をですかね。調べるためには私のノートを見るのが一番いいですね、はい、私が定義した言葉なので、はい、私からしか聞けない言葉ですね。で、まあ、先ほども言いましたけど、あの LINE で、LINE のノートに書いてある通りですね、うん、ああ全然構わないですよ、うん、ありがとうございますね。あの世というかこの世は幻ですね。ごめんなさい、何を一回しないといけないのか主語がないので私にはちょっとわからないですね。何を一回するんでしょうか。その通りですよ。その通りです。合ってますね。5層に行って、6層に行って、7層に行って、たどり着きますね。マキさんノートは熟読しました。さらに高みへ行ける、誘われる方法を自分でも調べたいです。あ、じゃあ僕に質問するのが一番いいですね。ああ、それは神の解釈の問題ですね。あの神様を人間が勝手に解釈しているので、それで私の神様の方が正しいっていう人間の愚かさですね。神は一つですね。
その通りですね。私は神にあった確信がありますね。私はこの現実と呼ばれているこの世界、四層の世界の方が私は夢のように感じますね、うん、僕にとってはみんながリアルだって言ってることの方が幻に近いと思ってますね、うん、私は世界が正しく見えてますから。ちょっとよくわからないですね。エコメン三三宇宙の始まりと、それ以前から神は存在しておられたんでしょうか。そうですね。こんにちは。その通りです。というよりも宇宙の始まりというのはなくて、前の宇宙があってずっと続いてますね。さらに言うと、もっと宇宙が連なっていますね。無限ですね。こんにちは。だからそういったことではないですね。皆さんが考える時間軸っていうのは存在しないので、時間というものはありません。もともとは人間だけが勝手に作り上げたものですから。根拠というのはどういったことを示せばいいんでしょうか。ペチカさん、始まりはないのか。始まりも終わりも本当はありません。グミさん、それはワドさんの考えですか、それとも何かの宗教ですか。いや、私は宗教は入っていませんね。私の体感、体験を語ってますね。簡単に言えば神様がいるってことですよ。神様はいますね。先ほどから繰り返している通りですね。そうですね、子供っていうのは選んでますね。神から一滴の雫が落ちるときに、どの親にどこの家に行くのか、どこの宇宙に行くのか、どこの星に行くのか、どの生命体になるのかって自ら選んでますね。グミさん、ワドさんはどのような体験をもとにそう思うんですか。禅ですね。過去に動画でたくさん話してますけど、その根拠を示す必要性はないですね。私には確信がありますね。
終わりはないですね。それは消化体が固まっていくからでしょうね、うん、大人になるっていう3層から4層に上がった時に失われたんでしょうね。その通りです、その通りです。で、私は信じるとか信じないとかいうレベルではなくて体感をしているので、はい、経験をしているので、ただそれを話しているだけですね。高校でこういう話もずっと、半年間ぐらいこういった配信してるんですけれども、臨死体験をした人は私の話本当だって言いますよ。その話聞いたことある人手挙げて。臨死体験したリスナーさんよく来るよね。で、和道が言ってること本当だよっていうのを見たことある人手挙げて。だから死ぬ時にここにいる皆さん全員確信に変わりますよ。私が言ってたこと本当だったんだっていうのは。あと生きてる間に証拠を見せろと言われても、4層にいる人間、3層にいる人間には理解できないですから、死んだ時に分かるだけの話ですね。5層に行きますね。使えるの意味が分かんないかな、うん、使うか使わないかっていうことじゃなくて、六道輪廻とかは分かりますよ、言ってる意味が、うん、それは階層の説明にも書いてある通りですね。人間ばかりになったら公平な世界が来ますよ。そう思いませんか。カジサックさん、神様とホラ吹きは紙一重ですね。信じるか信じないかはあなた次第。グミさん、ワドさんは自分でこの場所に選んだことを覚えていませんか。私はもう知りましたから、私が生まれてきた意味を。もちろん今ならわかりますよ。それまではわかりませんでした。今は明確にわかりますよ。私がここに生まれてきた意味。嵐さん、神様は自分が可愛いんですね。アーアさん、ワドが生まれた意味は何？コウジさん、カズミチさんは今何層にいるんですか？いつも話している通りですね。いつも話している通りです。私が生まれた意味はだから神のもとへ、真理を知るっていうことですね、うん、ここにたどり着くために私は生まれてきたっていう確信がありますね。なのでもう私には生きてる意味はありませんね。望遠鏡誤算生まれきた意味を言葉で相合わせる。
死ぬ時まで生まれた意味を探し続けそうです。ああさん生きてる意味なくなったらこれからどうするの？これからだからずっと何もないですね。どうもしませんね。どうすることもできないですからね。もしよかったらペチカさんでお電話していいですよ。僕の LINE がプロフィールページにリンク貼ってありますから。私は答えるべき質問に答えますね。でもしあなたが電話をかけてくるのであれば何でも質問をお答えしますよ。どうぞ電話をかけてくださいペチカさん。私に都合の悪いことはないですね。そうですね、生きるっていう4層で生きることが全てが苦行なので、全ては苦しみ修行ですね。ペチカさんやだわらわら。なぜですか？都合悪いんですか？私も一緒ですよ。私も答えるべき質問に答えるだけです。嵐さんこいつキャラがブレブレ。あなたはなぜ断る必要があるんですか？都合が悪くてスルーするんですか？言ってる、つまりあなたの言葉なんですよ。望遠鏡誤算って考えたことある？それはわかりますか？クミさん人生はおさむ言っている通り、自殺を考えたことはありますね。19歳の時と19歳の時と28歳の時ですね。そうですね、不老不死は実現できる、肉体を持ってる、肉体を不滅にさせて死を経験しないということは不可能ですね。断言できますね。つながってきました。深いですよ。人間は欲深い。その解説も全部してあります。お空の星屑さん生まれてすぐに亡くなる、と呼ばれる子供の生まれてきた意味は何でしょうか？いや、神に近かったんですよ。神に近かったんですよ。神のところへ帰ったんです。アーさん、今後先機械と人間の融合はあるの？あるとしたら不老不死ありそうだけど。ないですね。サンコンさん、欲深いのは罪ですか？欲深いのは罪ではなく苦しみを生み出しますね。欲っていうのは苦しみを生み出しますね。お空の星屑さんってことは幸せなんですか？幸せですよ。大丈夫です。罪ではなく苦しみですね。皆さんが苦しいのは皆さんの中に自我、つまり自我から生まれる欲があるからですね。なんなんなん、サンワドちゃんが配信者をしてるのは意味があるんですね。悟りを広めるためとか。私は悟りを広めるつもりなんて一切ありません。私は一切ありません。ただ困ってる人とか助けられる人がいたら助けてあげたいっていうだけですね。私のところに助けてっていう人のためにこう場所を用意してるだけですね。あとは知りたい方に、本当に知りたい方ですね。私は教える日も広めようとかそういうことは無駄だっていうことはよくわかってるんで、そういうことはしないですね。ボーラケ商品さん、子供を殺した犯人は神様の使いってこと？全然違いますね。裁かれますね。とても苦しみますよ。そういう歪んだ解釈はしない方がいい。それはダメだね。いやそれはダメだよ。全然違う。全然違う。全然違う。天変地異いいですよ。起こり続けますよ。地球上に住んでる限り起こり続けますね。それは避けられない。それは分かってます。いやそれは、それを言ってるのも人間ですからね。その人がそういう人間なんですよ。そういう生き方をしてた人なんですよ。それを言った人が。母さん、何回トラフィー作るの？
いつというのは問題ないですね。本来時間はないですから。先ほどから申し上げてる通りですね。来るべき時に来るだけですね。モッツァレラエリカさん、神を冒涜してますよあなた。なぜですか。地球は破滅するのかな。地球は破滅しますね。避けられないですね。ビビさん、瞑想をしだしてから霊感上がった気がします。正しい瞑想をしたら能力は上がっていきますね。間違いなく上がっていきますよ。怖いからじゃないですか。答え合わせをしたいんでしょうね。満たされましたね。生き残るかどうかっていうのは問題ないです、ね、私はいつ死んでも構いませんから。アイテムありがとうね。お布施ありがとう。ありがとうございます。なくなりましたね。あらゆる欲求はあるわけがないですね。エチカさん、霊感じゃなくて妄想レベル上がってくんじゃないの。モッツァレラエリカさん、そのネタやめてください。わらわらわら。ヒロさん、あなたは神ですか。海さん、いずれ破滅するのならなぜ神様は地球や人間を作ったんだろう。わかりますか。神はただ存在しているだけですね。神に意志はないですね。瞑想は大事。これはガチ。ポーラケ商品さんだからアイテム欲しいとか言わなくなったんだね。工事さん、メンタリストの種もわかる。わかりますけど。カジサックさん、まさかキリストやブッダと肩を並べる日が来るとは。前はないですね。神は全ての根源なので、はい、神の前というのではなくて、一番最初にあった根源的な存在のことを神です。なくなったの。ポーラケ商品さん、一貫した姿勢尊敬いたします。まあ電話でね、何か聞きたい方が聞きたいことがある人には、あの、答えますので、電話番号を貼っておきますか。モッツァレラエリカさん、あなたは人間です。間違いないです。神を冒涜してますよ。やばいですよ。カジサックさん、猫マや猫ママも神様だと崇めてくれてますか。
モッツァレラエリカさん、アホや、こんなんネタにするなよ。お世話ありがとう、本気ですね。本気ですね。グミさん、人それぞれの考えがあるからね。自分が神だと思えば神にでも何にでもなれる。ボーラケ商品さん、本人が神様って言ってんだよ。それを否定する材料がない。だから神様なんだよ。無能の塊さんはど神様になってる。 WW おもろい。頑張り屋さんさん、そんなところに袋あったっけ。モッツァレラエリカさん、たくさん本読んだんだろうな、わらわらわら。ナオピロさん、神様もチー行為しますか。カジサックさん、神だと思うか、ハッタリ野郎だと思うかはあなた次第。アーアーさん、神って飯食うの。私はずっと一人でやってますよ。私はずっと一人でやってますよ。関係はないですかね、そこは。もともと配信やっていたっていうことですね。カジサックさん、そもそも何も証拠がない。なんなんなん、サンワドちゃんが神様になってから何か変わりましたか。まあ、いつも昨日この前からずっと話してる通りですね。苦しみがなくなりましたね。自分っていうこだわり、自我がなくなりましたね、生きてる目標すべて達成できましたね。それだけですね。あと少しだけ寂しくなる時があります。エリカさん、知識は素晴らしい。モッツァレラエリカさん、電話相談とかして信じてしまうリスナーが気の毒だろうがよ。だったらエリカさんが電話して、私が神ではないっていうことを突きつめればいいんじゃないですか。モッツァレラさんが、私が神ではないっていうことを明確にここで電話をかけてすればいいんじゃないですか。153量子力学の世界では、キリストの復活はマトリクス理論の中で説明できるらしい。お金なくなったら死ぬだけですね。してないですよ。強要はしてないですよ。ありがとうございます。商品さん、肉体は死んでも次は7層で暮らすわけでしょ。素晴らしいじゃないか。Thank you.
ん池田大作氏をどう思う？どうも思わないですね。いろんな人がいます。直弘さん神を名乗ってたら神田の地に閻魔大王に反抗されませんか？一号さん阿弥陀如来はお釈迦様より格上です。子孫は人間ですよ。エコメンさん三代七層があると思えただけで感謝です。死ぬのが怖くなくなった。ペチカさん初詣には行くんですか？モッツァレラエリカさんこの人ひらめいちゃったんだよ。信仰宗教でも私は宗教をやるつもりはないですね。マーキュリーさん輪廻を止める方法は繰り返しを止めることですかね？輪廻を止める方法は自我をなくすということですね。こだわりをなくす。ありがとう。一号さん古事記の流れって神の子孫が人間だけど何か関係がありそうですね。カジサックさん高い壺を売りつける信仰宗教とは違いますからね。大竹商品さんはと神を否定するならそれが違うってことを示さないと。して偉いわけではないし、そもそもみんな愛でそれそのもの。浩二さん、普通の人に見えないもの見えますか？もちろん。エコメンさん、賛同感です。モッツァレラエリカさん、神様が配信してこじらないだろうがよ。ナオピロさん、要は人間イコールみんな神ってことですか？なんなんなん、神の卵。神の卵です。すべてに神は内包してます。そこの力を引き出すかどうか、見つめることができるか、手に入れることができるか。私はすべて世界が正しく見えただけですね。洗脳が解けただけですね。教えてください。あーあさん誰からの洗脳を解けたの？サボイさんあなたの神はたくさんいるんだね。私の神は一つだけですね。ペチカさんこの世界が正しいと。何でも教えますよ。何が知りたいんですか？何が知りたいんですか、エリカさん？笑いましたね。最初は5層に入った時に笑いましたけど、6層7層では自我がないので、体も肉体も自我も思考も何もないので、ただただ眩しかったですね。何でも教えますよ。
もちろん、もちろん。貸してあげたいけど、俺もお金ないんだ。ごめんね。ファンタスティック花火が来るかもしれないよ、今この瞬間。お金持ちでね、和道の言ってることを響いたっつって。人類の起源、神ですね。神は全てを内包してらっしゃる。お布施ありがとう。これは光のチャクラは第6チャクラですね。定期的に私が7層に行ったのは1回だけですね。その具現化は無理。それはまあ不可能ではないですけど、まあ意味のないことですからね。 UFO は見たことないですね。ナオピロさんが真に解明はどう。アーアさん、フリーメイソンについて教えてよ。私は体験をしましたね。神に会ったんですね。これは私のブランドですね。買ったわけではなく作ってもらったんですね。私から買うことができます。そう言ってますね。はい。さんは欲しい。パトラッシュさん、そのシルバーアクセサリー完成したらもらえますか。こちらも発売しますね。タイムトリップって実現する。時間はないですね。モッツァレラエリカさんもいいや。マーキュリーさん、7層ともなれば神そうですね。光そのものですね。エネルギーそのものですね。
家とかこの人先ないよ。エコメンさん、三太陽は神が作ったんですか。作ったわけではないですね。生まれてきたいから生まれてきたんですよ。神はいますよ。神はいますよ。この宇宙だけでカウントするなら余裕でそれくらいいますね。ランチさん、他の星に行ったことある。エチカさん、他の星のことまで分かっちゃうの。王子さん、シャーベッツっていうバンド知ってる。死に方は決められてるっていうよりもそこはランダムですね。それは仕方のないことですね。ただ苦しむっていうことそのものは生きたいっていう逆の本能なんですね。生きるための本能なんです。で、本当に死んじゃうときはその苦しみを最終的には解放されますから、苦しまない死に方っていうのはないですよ。そういう意味で言ったら苦しいって感じてるってことはまだ生きたいってことなんで、苦しみがあるうちはまだ生きていけるってことですね。苦しみがなくなったら本当のお迎えが来る。そういう風に見えるだけだよ、モカさんが。俺は普通だよ。昨日と一緒の考えだよ。みんなが俺を作ってる。寝てる時じゃないね。深い深い瞑想状態だね。起きてる時ですよ。僕のことがどう見えるのかっていうのはみんなの心の問題。窓にもうすぐお迎えが来る可能性は。王子さん、天国と地獄ってあると思う。大ラケ商品さんはありますね。空海のチャクラあるからありますね。ランチさん、また7層に行く配信してください。カオリンさんはどつ5位。今5位ですね。もしよかったら1位にしてください。みんなで、応援アイテムよろしくお願いします。カオリーいらっしゃい。ありがとう。完成ありがとう。
みんなのおかげで5位ですね。配信っていうのはそういうもんですよ。そういう風に見えるだけ。俺は普段と変わってないよ。ミホンさん神様になったんですか。神様になりました。ボーラ化粧品さん良くないのになぜ1位になりたいの。アーハさん神もランキング破棄になるの。ランチさん気にならないよ。神様ネコメンさんさんおでこのチャクラが全てを物語っていると思います。ネコマさっき配信やってたよ。カオリ大丈夫だよ。ネコマもつきものが落ちたみたい。私か俺か一人称は統一しなくていいの。カオリさんよかった。イプシロンボートポコマに聞いてみたらいいんじゃないの。それはネコマに聞いた方がいいよ。ネコマのことは。見てないんでわかんないですね。見てないんで。ありがとう。アーアさんガチレスすると欲望があるからシルバーを掘ってるんじゃないの。暇つぶしですよ。ミホンさん宗派を教えてください。宗派はないですね。マーキュリーさん人は苦しまないと神を求めないですね。その通りですね。ボーラ化粧品さん血がないのに暇はあるの。暇だらけですね。死ぬまでずっと暇つぶしですから。解釈をするね。人は分からない、分かる人は分かるでいいんじゃないですか。それでいいと思います。
信じるとか信じないとか強制するもんではないですからね。自分っていうことです。自分そのものですね。核の進歩についてはどうも思わないですね。私は科学者ではないですね。マーキュリーさん、いわゆる天国って6層ですか？天国はそうですね、5層からかな。5層から先ですね。5層もすでに天国ですよ。なんなんなん、三神様になってからのワドちゃんの写真の作品を早く見たくなりました、はい、ワド2。お疲れ。生まれ変わりたいものになれますね。本人が何を望むかですね。お布施ありがとう。ないですね。あーさん瞑想して神になったん。そうですね。ですよ。人が平等ではないだけですね。神は間違いなく平等ですよ。エコメンさん、三神がここにいる。配信で見れる。それで10分だと思います。うん、ありがとう。ペンタゴンさん、こないだじいちゃんが亡くなったんですが元気そうですか？大丈夫、幸せですよ。元気、死んでるんで元気ではないですけど、幸せですよ。瞑想するときは2時間ぐらいかな。前の日から準備して実際座り始めて2時間3時間ぐらいじゃないかな。ナナシさんはドジンさんのおっしゃることが全て正しいというわけではないですよね。コーラ化粧品さん、全て正しいですね。全て正しいですけど、それを正しいと解釈するか正しくないと解釈するかは人によりますね。宗教はやってないですね。無宗教です。さん、私も思います。死ぬまで暇つぶしの和道さんの発言には気分が悪い方に向かいます。なぜなんでしょう。ホムペロおじさんさん、瞑想配信みたいです。ジェイクさん、第4層
層に戻りたいのに第3層から抜け出せないんです。助けてください。もし本当に層を上がりたいのであればいつでも私は会いますよ、うん、電話かけてきたらいいんじゃないですか。もし JK さんが時間があるときにいつでもこの放送やってるときだったら電話でもいいし直接会いに来ても私は歓迎しますよ。あーさん、あなたと会ったら神になれるの。それは人によりますね。ありがとう。その服かっこいいっすね。ありがとう。嬉しいよ。どうなんですかね。何人ぐらいいるんですかね。五層に到達してる人間は結構いるんじゃないですか。リスナーさんでも何人かいるんで。7層に到達した人間は日本人でいるかいないかとかそういう感じじゃないかな、わかんないけど、まあ、何人かいるんだろうけどね。あんまり私には関係ないことですね。王子さんドラッグやったことある？ありますね。風船ありがとう。ですね、両親に対する怒りの感情は特にないですね。関心自体がないのでそこはあまり変わらないですね。
感想か。それは良かった。ります。場所によってというか、深さによって色はもちろん変わりますね。京さん、幽霊はいますか？幽霊はいないですね。岡部納豆さん、こんにちは。どんな状況ですか？こんな状況です。こんにちは。ああ、棒読み消した。なんかコメントが増えてきたから、棒読み消したよ。URL は禁止ですね。悩みというのはこだわりですね。こう見られたい、こうあるべきだ、こうあってほしい。自分が望んだこうこだわり。
こだわりをなくせば苦しまなくなりますね。悩まなくなりますね。こう見られたいとか、こういう風にあるべきだっていうこだわりでしょ。それを自我と呼ぶのね。自分なんてものは最初からいないから、こだわりをなくすと悩まなくて済むようになりますよ。なくす方法っていうのは簡単だよね。こういう風に見られたい、こういう風にしてほしい、世界はこうあるべきだ、そういったものを一個一個なくすっていうことですよ。いつも話してる通り、心を開いて目を見て相手に優しくね、接するだけですから、受け入れてあげて。自分なんてものはいないですからね。捨てるだけですよ。人によって何にこだわってるかっていうのは違うからね。化粧水塗ったら悪いって話じゃないよ。別に化粧水塗ってもいいんだよ。仕事をしてる人はこだわりなくさなくていいんじゃないの。あくまでこだわりをなくしたい人の話ね。仕事に没頭したい人はカフェイン飲んで、アルコール飲んで、ね、ビタミン C 飲んで、ゴリゴリこだわっていいと思いますよ。別に全員が全員神様になる必要なんてないと思ってますから、僕は。だから苦しみたくなくて穏やかに過ごしたい人はそうするべきだと思いますよ。ああ、それは消したいというか無理ですよ。老けますよ。私も、マキちゃんも。でしょ？ますよ。いい年の取り方すればいいじゃん。老けますからね。どんなに逆らったところで、どんなにね抗ったところで、絶対に老けますよ、人間は。
最近夢が見れないんです。どうしたら見れますか？見なくていいんじゃないですか？見る必要がないから見てないだけですから、無理に見る必要はないと思いますよ。暑くないですね。涼しいですよ。ちょうどいいですね。自分が好きな自分であればいいんですよ。皆さんが好きな自分であればいいと思いますよ。あ、私ですか。全てですね。私は全て捨てましたね。何もこだわってないですね。そうだね。最終的な到達したね。コーラですね。コーラ飲んでますね。そうですね、コカ・コーラですね、コカ・コーラですね。ペプシ嫌いじゃないですよ。全然好きですよ。養子を得るっていうのはどうなんですか、ガムさん。養子をこうお迎えするっていうのはどうなんですかね。
ードルが高いんだ。今はないですね。いつか死にますからね。さん、お帰りなさい。帰りなさい。終わりました。今寝てます。今目開いた。今ね、目開きました。一瞬。あと1時間ぐらいしたら出ようかなと思っていて。ご飯は？どうしようかな。ご飯食べていった方がいいかな。飲むの？多分お酒飲むんだと思いますね。飲むとき食べる？僕はあんまり食べないかな。どうなんだろう、食べていった方がいいのかな。飯食おうって言われた時でも こういう時困りますよね。どうしたらいいのか。カップラーメンでも食ってくる。どうしよう。いやー、まあまあ向こうで食べます。向こうで食べる。はい、そうなんだよね。タッチャってご飯そうなんですよね。ご飯行こうよって言われたら困っちゃうんですよね。時間的にご飯だよな。多分ご飯っすよね。やめときます、僕は。ピッピラピ、お邪魔します。そう、半目開けてます。それは警察の仕事であって僕の仕事ではないですね。警察官に言ってください、それは。
僕の仕事ではないですね。そう思いませんか。目つむってるのに目開け、アイラインで目開けてるのに。そうなんですよね。アイプチで目開いちゃうんですよね、猫のさん。なんか笑えるんだけど。最初怖かったですよ。目開いたまま寝てると思って。目開いて寝てるこの子。はい。あ、それで目悪くしちゃうんですよね。だから僕日課でしょ、目剥がすの。帰ってきたら目剥がすんですよ。ペリペリペリって。ヘビですか？いないっすね。この間でさ、びっくりしちゃった。ああ、冷凍庫にあった。ネズミですね。うんうん、ピポコ、ピポコ。出てこないですね、ハクタクさん。こうなってるのか。一回出てきたんですけどね、よく遊んでたんですけど、出てこなくなっちゃったんですよね。私が帰ってきたから。いや、違います。ここ最近ですね。なんか懐いたり怒ったり激しいんですよ、結構。飼い主に似てんじゃん。こき使われました。ソルフェジオですね。まあ飲みに行きますね。Thank you.
あ、どうも、こんにちは。どうぞ、ラーメン行ってらっしゃい。あ、これは、この服は私からしか買えないですね。この服は私からしか買えないですね。デパートでは売ってないですね。あの、フルオーダーなので、もし欲しい人は私に連絡いただければ、あの、オーダーで作りますよ。あ、まずですね、その、護送って呼ばれてるアカシックレコードっていうところがあるんですけれども、まあ、他の呼び方、真理の扉とかね。シャングリラ、サンズの川、神の国とかいろんな呼び名があるんですけど、そこにアクセスをしたのがきっかけですね。それが3月の後半ですね。で、2週間ほど前に第7層と言われてるところを目指して、で、そこにアクセスすることができたっていうのが、経緯になりますね。イスカンダルか分かんないですね。そうですね、そういうことですね。そうっす。最近そうですね、稼いでないですね。稼ぎたいね。花火7兆発飛ばないかな。今月の月収10万いってないですね。苦しいですね。お金に対する執着はないよ。質問に答えてるだけだよ。執着はしてないよ全然。貢ぎ物何でも嬉しいですよ。あ、僕の作品買ってくれるのが一番嬉しいかな。なんかこう写真とか買ってくれたりとかね、こういうシルバーとか買ってくれたりとか、あとまあ欲しいものリストに欲しいものあるんで、もしよかったら買ってください。
初見さんいらっしゃい。こんばんは。あれからね、ケーキを食べましたね。マロンのケーキ食べましたね。お願い事を神様は聞いてくんないですよ。女子だね。女子だね。秋だね。夢があってどう頑張ってもうまくいかないとき受け止めるしかないのかな。どんな夢ですか。努力か才能のどちらかが足りないんでしょうね。努力が足りないか才能が足りないかどっちかでしょうね。まあ努力が足りないのであれば努力すればいいし、労力ね
集中力を高めてそこをやればいいけど、そこは努力でカバーできるんじゃないですか、仕事を上手にこなすっていうのは。そこはカバーできると思いますよ、諦めなければ。大事なのはでも自分らしくだと思うけどね、自分にしかできないことを自分らしくやるって。それが大事なんじゃないかな。居場所は自分で作るものですからね。
そう、自分がそこにいたいかとかね、そこに居場所を見出せるか、自分がそれを作っていけるのか、すごい大事だよね。必要とされる技術を身につけたりね、コミュニケーションを身につけたり、すごい大事だと思うよ。はじめまして、ありがとう。
バニャンがムカつくんだけど、どうしたらいいですか？見なきゃいいんじゃない？なんで見ちゃうの？好きなんでしょ？違うの？みんなをブロックしたら見なくて済むよ。なんで見るの？青貴重ですね。でしょ？見なきゃいいんだよ。つくよね。嫌いな人がうまくいってるのを見るとムカつくよね。今はねシルバーアクセサリー作ってますね。シルバーアクセサリーですね。個展に展示する作品でシルバーのアートもやってるんですよ。もうこんなんですね。見えるかな、この辺感じの作品を作ってますね。シルバージュエリー、シルバーのアクセサリー作ってます。かっこいい。うん、ありがとう。こういうものを作ってますね。もうすぐ完成です。シルバーはね、これがデビュー作ですね。2年間作ってますね。これがデビュー作品です。ありがとう、かっこいいって言ってくれて。ピンボケしてるな。あとは写真を作ってますね。アイワード2ありがとう、大五郎さん、ありがとう。あと知り合いが服を作ってますね。こういった服を作ってるんで。あ、そうですね、写真と映像とシルバーとイラストとアートで、あとインスタレーションも、うん、ありがとうございます。アーティストをやってますね。写真の作品とかだとこんなのやってますね。こういった作品作ってます。写真の依頼とかもしあったら声かけてください。東京の原宿で来年開催しようと思ってますね。あとデザフェス、あの5月にあるデザフェス目標に今してますね。デザフェスって知ってますか？あの日本中から、まあ、世界の人とかも集まってこうデザインフェスタっていうあのお祭りがあるんですけど、それに向けて作品作りやってますね。写真とイラストと服といろいろやってますね。
の？いいよ、ご飯あげる。じゃあ俺ちょっと飲み会に行ってくるわ。なんかこれで終わりにするわ。デザインフェスタね、いたらブース広げてると思うから来てよ。写真買って。デザフェス参戦するから。銀座の個展とかも似合いそう。なんだっけ、丘のビルだっけ。銀座とかでやってもいいか。銀座ってでも値段高いんじゃないかな。どうなんだろう、お金全然ないからな。個展開くお金もないし。個展開きたいっすね。ありがとね、フォローしてくれた人ありがとう。写真の雰囲気、写真発売もしてるんでね、もしよかったら購入してください。飲み会配信者とじゃなくてね、映像関係のスポンサーさんに、スポンサーさんと会ってきますね、投資してくれてる先輩と会ってきますね。マーキュリーさん本当だね。じゃあ私はちょっくら、旅に出てきますよ。千葉まで行ってきます。で皆さんフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとう。